おい、先に行かないでくれ。まったく、歩けるようになったと言っても万全じゃないだろう。ゆっくり歩けよ。それこそ心配しすぎだ。あれでも頼朝殿は手加減してくれていた。今思えばよく乗ってくれたと思うよ。俺たちを死んだように見せかける策になんてさ。本気で言っているのか？はい、俺たちはあなたと敵対する気も、ましてや朝廷に組みするつもりもありません。しかし、法皇様の命は絶対です。戦が終われば拒否などできない。だから死んだように見せると。頼朝殿の手で殺されたとなれば、あの法皇様も疑いはしないでしょう。他の者や兵たちには言わないでください。どこで朝廷側に漏れるか分かりませんから。それで私が一人の時に来たのか？はい、どうかお願いします。だが、本当に良いのか？策など関係なく、確実に息の根を止めにかかるかもしれぬぞ。正直に言えば、乗ってくださるかは賭けだと思っています。むしろ最初は、法皇様の動きを報告することすらためらいました。義仲との戦いを思えば、俺たちのことなどすぐに切り捨てるだろうと思っていたから。ですが、逃げたとしても追っ手がかかる。互いの体力を削り、恨みにまみれ、それこそ法皇様の思うツボでしょう。だったら俺は、最後は弟としてあなたを信じなければと思った。そして向き合う策を取らねばと思ったのです。向き合うだと？俺が一番優先するのはこいつです。本当は彼女さえ無事なら、源氏も朝廷も全てどうだっていい。でもそれではダメだと思った。兄である頼朝殿に本当の義経として戦いを挑み、そして自由にならねば意味がない。でなければ義経として努力し、これまで戦ってきた彼女が報われないから。俺に名を返そうとしてくれた思いも、
俺と頼朝殿を結びつけようとしてくれた思いも無下にしたくないんです。そのために俺は義経として戦い、死ぬ道を選びます。うやむやのまま終わらせはしない。世の中に義経の死を明確に知らしめる。それが俺のけじめです。決意は固いようだな。はい、俺たちの死をもって弟として兄上が源氏の棟梁に就くその道をお支えできればと思います。その言葉、覚えておこう。見せかけるにしても、無傷では済まぬ。覚悟は、できているのだろうな。はい。そういえば昨日近くの村人に会ったが、頼朝殿の噂を聞いたよ。どうやら鎌倉では本格的に源氏の世のために動き出しているようだ。法皇様との関係も今のところ良好らしい。景時殿がうまく補佐をしているみたいだ。弁慶は軍を抜けると言っていたな。今はどこかの寺にいるんじゃないか。継信殿と忠信殿は平泉に帰ったようだし、きっと穏やかな日々を送っているさ。辛いこともあったけどな。それは俺のセリフだよ。皆俺の立てた策を褒めてくれたが、
内心ずっと不安や恐怖ばかりだった。ただ皆を、お前を守りたい、戦から一日でも早く解放させたいという、その気持ちだけで突き進んできたんだ。シャナ、先に言われてしまったな。お前には本当にかなわない。お前の生きる意味が俺だというのなら、これからも俺のために生きてほしい。ただのシャナ王として、一人の女として、俺と共に生きてくれないか。俺だってお前に負けないくらいお前のことを思っている。誰にも渡したくない、誰にも触れてほしくない。俺がお前を守りたい、そう思っている。当たり前のように幼い頃から一緒にいたけれど、改めて誓わせてくれ。これからも俺は必ずお前の隣にいる。死ぬまでずっと離れないでいよう。返事は？わかっているよ。ごめん。でも嬉しくて。お前にそんな風に言ってもらえるのが、心の底から嬉しくて幸せで、なんだか一生分の幸福を使い切ってしまった気がする。その愛情をずっと隣で与えてくれるのか。それなら俺の愛も受け取ってくれ。これからも永遠に。
好きだよ。本当に可愛いな。もっと甘やかしたくなる。そういう意味じゃない。もっと女性として愛したいという意味だ。あまり可愛い反応をしないでくれ。今まで抑えていた分、止まらなくなりそうだ。卑怯？どこがだ？そうか。だがこの顔はきっと治らない。お前のことが愛しいからこんな顔になってしまうんだ。徐々に慣れてくれ。時間はたっぷりあるし大丈夫。もう俺たちは自由なんだから。さあ、お前はこれから何がしたい？やりたいことは何でもできる。以前聞いたのは、確か鍛錬をして山を散歩して海を見るだったか？国を旅に出るということか？そうだな。鞍馬にいた頃は外の世界に憧れていた。今ならその夢が叶えられる。お前と俺の二人で。そうと決まれば今から準備しないと。体力が戻ったらすぐ出られるように。わからない。だが、お前と一緒なら、どこまでも行けるよ。